はいどうもお疲れ様です。そっかの久保です。え、前回ね、あの、これが再生数の爆伸びする50のキーワードみたいなタイトルでお届けしたと思いますけども、内容まで語ってなかったと思いますんで、え、今回はですね、そのキーワードをつぶさんに一つ一つ解説していこうと思います。で、前回のタカさんの動画、えー、気になる男の196話で、視聴者さんの求めているものを、やっぱり動画の内容にしていく。 っていうところが YouTube の適性だよっていうふうに言われてましたけどもその通りでね、えー、今回は YouTuber として一山当てたい人がやっぱサムネイルの文字をねどのように入れるのかサムネイルの画像をどういうふうに作るのかまあここによって再生回数って圧倒的に違うっていうのはもうお分かりだと思いますんで、えー、それに合わせたね、えー、キーワード前回は訴求って言葉でやっていただきましたけどもこれご覧になってるようにねもう読んじゃってるでしょネガティブ訴求っていうのからお話していこうと思いますネガティブ訴求っていうのは、まあ、人がね 嫌だなとかね、怖いなとか感じるものっていうのは、人は敏感に見たくなるんですよね。で、そこに訴求していくんですよ。恐怖心に。で、えー、まずはこういうものがあります。末路ってやつですよね。末路っていうのは、結末が人の不幸を匂わせるものですよね。えー、動画のサムネイルで、何々,々の末路って書いてあったら、えー、この人、この後どうなっちゃうんだろうっていう風に興味が湧くんですよね。 で、再生をしていただけるってことになります。当然、その末路っていうキーワードにあった画像を使う必要がありますので、例えばね、何々,々の末路って書いてあるのに、まあ、可愛らしい女の子のね、萌え画像とか使ったら全然これはね、なんだこれやってことになっちゃいますんで、ダメだよってことになりますけどもね。で、人っていうのはね、誰かの落ちぶれた姿が見たいっていう本能があるんですよ。 ですんで、そこに訴求していく、訴えかけるのが、この、末路っていう言葉の使い方です。で、えー、人は、人の服を密の味って感じますけども、それはね、生存本能なんですよ。誰か自分以外の人の危険な結末を知っておきたい、そして自分に備えたいってことなんですよね。まあ、ですんでね、まあ、人を、いわゆる、馬鹿にしてね、楽しむだけじゃなくって、あ、危ない、ああいう風にならないように、人の振り見て我が店直せだよな、っていう風に、えー、人はね、 訴求を受けるわけなんですよまあ、ですのでこのネガティブ訴求の第一番目に何々の末路っていう風につけてますね例えばこんな末路があります見たことあるんじゃないですか 仮想通貨投資家の末路。ね。一時期は送り人とか言って浮かれてましたけども、今はね、税金シックハックみたいな感じ。そして、暗号通貨全体の今、評価価値もだいぶ落ちましてね。で、詐欺につく詐欺、大手も全部詐欺みたいな感じで、没落していって、今仮想通貨の信用をなくしてですね。仮想通貨を資産だと思っている人は今、肝を冷やしてるんではなかろうかと思います。場合によっては、仮想通貨があることによって、なんかね、法定通貨の借金をしてしまって、 もう、含みゾーンを抱えて、返済行き詰まってるみたいな、そんな方もいるかもしれませんね。次、ネオヒルズの末路。ねいや、私もネオヒルズ出身で、ね、こう、活動してますけども、ネオヒルズの末路、いろんな話知ってますよ。一時期はあんなにね、有名だったのに今、ああ、そうなっちゃったの、みたいな人をね、たくさん知ってます。で、私はなんとか生き残ってるんですけども、ほとんどの人が消えていきましたからね。でも、消えたからといって、人間が消えたわけじゃなくって、 もう一前円出れなくなっちゃったってだけなんですよ。つまりは、まさに、末路なんですよね。次です。コロナ破産。転売ヤーの末路。ねえ。マスクとか、紙製品とか、それから消臭スプレーとか、なんかね、消毒液とか、しっかり在庫を抱えた人が、それが法律で禁止されたりとかね、転売に規制がかかったりとかして、まさに在庫を余らせて、末路ですよね。こういう人もいたと思います。 で、こういった動画っていうのは結構ね、再生されてるんですよね。じゃあ、末路の次、どんなものがあるかってことですけども、まだまだ出てきます。サムネイルに、後悔って言葉を使っても、人はクリックしちゃいます。それはですね、人がね、誰かの後悔の事例を見て、あ、自分は失た、失敗したくないなとか、決断迷ってる時には、あ、そういう風な後悔があるんだとかね。で、人の失敗から学べるんで、サムネイルに、こんなことしたら後悔するよっていうのに敏感に、 興味を示してしてまうんですよね、まあ、例えばね、絶対後悔するスマホの選び方とか書いてあったら、あ自分のスマホの選び方って損かもしんないなとかね。これスマホじゃなくてもいいんですよ。絶対後悔する車の選び方とか、絶対後悔するな彼女の選び方とかね。いろいろありますんでね。そのバリエーションで、えー、サムネイルにこの文字を使っていただいて、それに合った画像をポッとつけると再生数が上がるよってことです。それから後悔ですよね。 後悔する40代の過ごし方3選ってやつですね。これを書くと40代の人が何々っていうふうに興味を持って見るっていうことになります。まあご存知のように40代50代っていうのは人口のボリュームゾーンですから、このロスジェネ的なね、えー、この年齢層をサムネイルに書くとものすごく多くの人に当たりやすいってことになります。次です。今年後悔した経験5例。 っていう感じでもうね1年も終わろうとしてる時に今年こんなことで後悔したよっていう風なね人の懺悔を後悔失敗を聞きたいんですよねでそういうのを見て来年の自分の暮らしに応用したいって方いますんで今ねサムネイルで迷ってるならこんなことしたら後悔するよと1年間こんな後悔をしましたとかねそんなことを書いていくとその動画は再生されやすいんじゃないかなってことですね、ネガティブキーワードばっかりでしょ次です失敗って言葉を使うのもいいですよね例えばね 40代の婚活アプリ失敗例とかね。そうすると失敗を避けて婚活をしたい40代の方が逆に見るって感じなんですよ。え、他の人はどんな失敗してんのみたいなね。自分は失敗しないぞみたいな感じでこっそり見るんですよ。で、こういったのって人に相談しにくいんで、インターネットで検索して YouTube とかで、まあね、話を聞くみたいなことするんですよね。次。失敗するネットワークビジネスの選び方。 っていうふうに書いてると、ネットワークビジネスに誘われた人とか、今ネットワークビジネスでうまくいってない方が、どうやったら失敗するのかなと、自分は失敗するレベルをけたりしてないかなっていうふうに興味を持って見るってことになります。特にね、アムエとかが、なんか、あれでしょ営業停止かなんかで、バーンとバズった時がありますんで、そういう時にこの動画っていうのは結構ね、当たったんですよ。はい、次です。人事担当者が警告。転職失敗事例集って感じですよね。 これね、実際の人事担当者じゃなくても、このタイトル使って構いません。人事担当者が、こんなこと言ってたよっていう風うな伝聞帳で動画を作ればいいんでね。そうすると、転職をしたい人があ、どうやったら人事の人にいいように見られるのかな、どんなことやったら人事の人に切られるのかなっていう風うなことが、まあ、カンニングできるってことなんでね、再生されるってことです。これもだから、ロスジネ世代をボリュームゾーンとして、そこをターゲットにした動画になります。えー、次ですね。注意って言葉も、人はあ、注目しちゃいます。 え例えばね、注意、痩せない有名ダイエット器具、みたいな感じでね。まあ私もね、なんか、お腹に巻くやつ買いましたけども、杉村太蔵さんとか CM やってたんでね、全然ダメやん、みたいな。<laughs> 痩せない有名ダイエット器具ですよ。で、注意、こんなことをしたらお金がなくなります、みたいなね。例えば、あの、二つ折りの財布を買うとお腹がなくなるとか、なんか言いますよね。それから小銭をね、なんかポケットに生で入れるとお金がなくなるとかね。 なんか、いろんなお金のなくなる名詞みたいなのがありますけど、そういうのを紹介しても、お金に関することってのは、その注意って言葉に対して、えー、人の目を引くってことがあります。えー、次ですね。注意、持てない口癖トップ10。ね。例えばね、疲れた、疲れた、暇だ、暇だ,暇だっていう人ってのは持てないらしいですよ。ね、もっと前向きで、元気の出るような言葉が口癖になったり、いいね、それやってみようか、みたいなね。 こういう風うな勢いのあることを口癖にしてる人ってのは持てるらしいんですけども、まあまずね、持てない口癖、自分は使ってないかなってことをチェックするために、このトップ10っていうのをこっそり見ちゃう人が多いんで、こういったサムネイルの文字と画像を用意しておくってことになりますね。じゃあ次のキーワード。危険という言葉も人目を引きやすいです。しかもこれね、意外性を込めて使うといいんですよ。例えばね、公務員の10年後は危険です。 どういうことかっていうと、公務員って安定の代名詞みたいなもんじゃないですか。でも実は公務員も10年先は危ないですよ。なぜならみたいな感じで、そのオチを知りたがって再生するんですよね。それから、この動画を見てらっしゃる方は、YouTube で起業しようとしてる人もいると思いますけども、逆にですよ、YouTuber 企業、危険ですって書いてあったら、何々って見るでしょ。YouTuber で起業したいとか思ってない人はこれ見ないかもしれませんけども、でも YouTube を見る人って、YouTube でなんかね、 起業できないかなとか、復収に儲かんないかなとか思うんですよ。だったら逆に YouTuber は起業した危険ですよっていう風なタイトルで、本当に YouTube がね、どうやったら危険なのかってことを話しておけばいいんでね。この危険っていう言葉も意外性を込めて使うと効果があるよってことです。まあよくあるのが、毎日コーヒー飲む人それ危険ですよとかね。毎日ビール飲む人それ危険ですよとか。まあそんなタイトルもよくあると思います。その他ですね、キーワードとしては最悪なとか、残念なって言葉も、 人目を引きやすすいですねそれから悪用禁止例えばですよ月収100万円アムウェ込みの販売術悪用禁止ですとかやるとえそんなにやばい技なのみたいな感じでこっそり見たくなるみたいなねそれから誰でも落とす統一教会で学んだ洗脳術とか書いてあって悪用禁止ですって書いてあったら統一教会が今ねかなり話題になってるでしょだからあ統一教会ではどんなこと教えてるのかなっていう風にこっそり見に来たりとかねあとは年末調整とか近づいてくると 税務署職員検査マニュアル逆助成金の盗み方みたいなねこれどういうことかっていうと助成金をなんか盗む詐欺ってなったじゃないですかねあれ税務署の職員がやってましたみたいなんで逮捕されてましたけども要するにね税務署の職員なら分かるその助成金とか補助金とか支給金のねなんか簡単なね取っ放し方ってあるんですよ合格取れるような採択取れるようなあれを税務署の職員がマニュアル化しましたよみたいなのをやると、まあ、それもね悪用禁止っていう。 そんなキャッチコピーでで再生されやすすいよってことですあとはね無能なとか暴露しますみたいなのも使えます例えばこんなんですよネットビジネス10年間で分かった業界の裏側暴露しますってやるとネットビジネス1年目2年目の人とかはえ10年やったんだから相当なことが分かってるんだろうなっていうふうに見てくれるんですよであとはね初月から稼げる商品暴露しますとかやるとあそうか最初からうまくいく,とく人って 人の知らないような商品扱ってるんだろうなっていう風にして見てくれるんですよ。まあ、初月から稼げる商品ってね、あの、セルフバックとかね、あと、あの何ですかね、中古本の転売とかであるんですよ、確実に。ただ、稼げるけども、稼げる金額が別にね、100円とか500円とかかもしれませんよね。まあ、そういったオチにすることもできます。え、それからね、 覆面 YouTuber で成功するジャンル暴露しますみたいな感じでね。<laughs> やっぱ覆面 YouTuber さんっていうのは顔出ししない YouTuber でね、まあ高さんもやってますけども、こっそりとこのジャンルだったらいけるんだよみたいなのね、いくつか知ってると思うんですよ。うん。ですのでそれを知りたい方は、ぜひ高さんの YouTuber アカデミーに入ってくださいっていうことになりますけどね。次です。こういうのもね、受けますよ。誰かが喧嘩をしたり揉めたりとかしてるやつね。ブチギレとかね。ガチギレとかね。 あとと死死にますすか死ぬ気ででみたいなやつですねこういうふうなちょっとね、あのー、びっくりする表現ですねしかもこれ言い切るっていうのがいいんですよ言い切る訴求っていうんですけども例えばね宇宙人がやってきたびっくりマークハテナみたいなのは YouTube では受けないですそうじゃなくて宇宙人がやってきたびっくりマークびっくりマークみたいな感じでやってきたんだって言い切るやつの方がいいわけですよ断言ですようんで例えばねあなたの YouTube チャンネルはこうやったら死にますとかね これでライバルのチャンネルは死にますとかね。まあ、そんな断言型と、えー、そんな方法あんのみたいな意外性を狙ったやつですね。えー、そして、100万円稼ぎたかったら、12月は死ぬ気で100本動画を作れみたいなね。まあ、そういうのは強い言い方です。まあ、これ実際ね、12月って1年の中で一番利益が取りやすい時なんで、100本ぐらい動画作ってね、やっぱ売り込みかけた方がいいですよ。12月はね。うん。年末年始って一番売れるんで、特にクリスマスみたいなシーズンって、あの、実際クリスマスって関係ないじゃないですか。 もうね、いい年になったら。でもなぜかね、クリスマスセールってやると、なんか死んだけど売れるんですよ。<laughs> うん、なんかクリスマスで、世の中のお父さんお母さんはね、子供たちにプレゼントやったりとかして、出費が重んでるはずなのに、なぜかね、なんかこう、新しく自分のためにも商品買っちゃうみたいなことが起きるんですよね。あとはね、死ぬ気で稼ぎたいなら、覆面 YouTube アカデミーに入れとかね、もう死ぬとか死にますとか死ぬ気でみたいなのも結構使えます。 えそして似た表現なんですけども、やばいとか、やばすぎたみたいなのもいいと思います。例えばね、2023年そのビジネスやばいとかね、その仕事を来年やばいとか、この後やばい展開が待っているとかね。これ要するにサムネイルがこの後どうなるのかわからない危ない結末を予測,予測させるものね。例えば車が猛スピードで走っているサムネイルを撮って、この後やばいって書いてあったら、なんか事故が起きるのかなとか思っちゃうわけなんですよ。あとはね、あの、子供と動物が 仲良くじゃれ合ってるところでこのあとばいって書いてあったらどっちかがどっちかをね噛みついたんじゃないかなとかね思ったりとかねまあそういったあのこの結末がしどうしても知りたいみたいに思わせる言葉としてこのやばいってのもよく使われてますあとこういうのもありますねもうすぐ終わりますえっ、ー、と放送禁止っていう言葉ですうん例えばね YouTube 動画を2万本以上アップしてきたから分かった放送禁止 YouTube も アカウントの停止とかバンってあるじゃないですか。あれってどんな言葉を使ったら放送禁止になるのかなってことを知ってればその危険は回避できるわけですよ。ですんで YouTube 活動するような人に対してこういったものっていうのは結構受けるんですよね。で、あとは闇っていう言葉ですよね。うん例えば Amazon 転売の闇って書いていると Amazon 転売をやってる人が見やすいとかね。出会い系サイトの闇って書いてあったら出会い系サイトに興味がある人が見てくれるとか。あと昔からよく使われる手ですけどもコンビニ弁当の闇とか言ってね。 いや実際コンビニ弁当の工場に視察に私何度か行ったんですけどもむちゃくちゃお金をかけた安全管理をしてるんで全然危険なことはないんですよよくコンビニ弁当はなんか防腐剤みたいなのがかかっていてねだから腐らないんだって言ってる人いますけども「待て待て」とコンビニ弁当は出荷して8時間で店頭から撤去されるんでむちゃくちゃ安全ですよみたいなねでその通りでしょだからコンビニ弁当が3日経っても腐らないような仕掛けをする必要がないんですよ コンビニ弁当の廃棄のサイクルって早いんで。まあでもね、これが真実だとしても、コンビニ弁当の闇とか書いてあってね、コンビニ弁当のあることないことの噂を動画の中で喋ってると、人の恐怖を煽って、いやー、コンビニ弁当本当は危ないんだよねーっていう風に、なんか自分の知識を引きらかしたい人が喋るネタとして結構受けるんですよ。ですんでね、このコンビニ弁当の闇っていう動画って昔から受けてるんですけども、こんな動画のおかげで本当にコンビニ弁当は体に悪いって信じてる人いますからね。はい、次です。 次っていうかもう最後ですね。はい。まあ以上ね、ネガティブな訴求をしながら、組み合わせるのに最適な画像を厳選して最高のサムネイルを作っていただきたいと思います。サムネイルはね、芸術作品なんですよ。で、最も時間と知恵をかけるのが、実は YouTube の中でサムネイルなんですよ。で、集客に失敗したり、商品が売れなかったとすれば、サムネイルが悪いと言ってもいいぐらいなんですね。はい。で、次回はね、ポジティブ訴求についてお話し,しますけども、いや、本当にね、このね、サムネイルを作る、 意識と、それからサムネイルを作る時間。これ9割とかね、10割近くかけてもいいと思いますよ。動画の内容なんてのはその次なんですよ。まあ、はっきり言って動画の内容よりも、タイトルとかサムネイルの方が重要だというふうに、私はここで言い切っちゃいます。ということでね、今回は以上でございます。次回はポジティブ訴求についてお話ししようかと思いますけども、続き、高さんよろしくお願いします。